本日、参議院に初登院された斉藤健一郎さんに話を聞きたいと思います。斉藤健一郎さんどうも。はい。ありがとうございます。いや、改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。というわけで、まあ、本日ですね、初登院ということで、午前中にですね、参議院本会議がありまして、斉藤健一郎さん、国会議事堂の方にですね、行って、初登院されたということでございます。ということで、まあ、インタビューを受けて、その後、はい、初登院された。早速ね、YouTube とか見てると、はい、最初登院しない方針だったけど、一転して、ということで、はい。そうですね。はい。その時にね、堀江さんの指示でというのも、報道されてて、はい、堀江貴文さんの、ね、名前も大々に出てて、あれ、フジテレビ使ったんですかね。フジテレビやっぱ、まあ、今はだいまだに堀江貴文使えないんでね、使ってるかどうか気になるところですね。そのシャワーね、ちょっとまた見てみないと、そうですね、はい、注目したいところですね。うん、教えていただきたいですね。まあ、でも堀江貴文さんの、顔写真も好きで出てました、ね。ああ、よかった、それは、はい、うん。それはね、結構注目してもらえるんじゃないかなと思います。うんうん、というわけで、新しい議員の参がですね、初登院されるときは、その議員さんの、簡単な、ね、紹介といいますか、そういうのがあるわけですね。で、立って一礼を、するわけなんですけど、本日いかがでした？一礼の時。いやー、ヤジすごかったですね。ヤジが来るようなことをね、したというか、はい、どういうことをされたのか。斉藤健一郎くんというふうに呼びかけられて、はい、礼をしてくださいというお話だったんですけど、そうですね、立ち上がって礼をさせていただいて、こちらとしても様々な思いがありますので、そこでちょっと一言だけ述べさせていただいたんです、はい。除名にならないように頑張ります。よろしくお願いいたしますということですね。元気よく大きな声で、参議院議員の先生方に向かって大きな挨拶をしました。はい。そしたらね、結構ヤジがね、大きなヤジが返ってきましたよね。ですね。余計なことを言うな。その余計なことを言うなって言ってる、あなたも余計なこと言ってますからねっていう話です。っていうところで、はい。というわけで、でも予想以上にね、大きなヤジでしたね。はい。でも、その後ね、岸田総理の、ウクライナ訪問。キーウとかね、ウチャ市訪問の、報告、インド訪問のね、この報告があって、それに対する、質疑と、回答、答弁が、あったということでございます。基本的にはね、後のやりとりっていうのはもう読み物っていう感じですね。読み物でしたね。なので、どうしてもですね、私もそうなんですけれど、結構、退屈とまではね、ある意味ちょっと退屈な面は、あったりしますかね。内容にも、よるんでしょうけれど。そうですね。ある程度ね、それでもね、大事な話ではありますので、その辺はね、できるだけ、聞きつつ、私はですね、正直に言ってしまうと、いろんなね、作業はしています。今後の委員会の質疑の作業の準備などは、しております。本を、ね、読むことも、なきにしもあらず。いうことはあります。はい。僕は結構、ヤジ飛ばしてる人の名前チェックしてあげようと思って、結構いろんな後ろ振り向いて、一番前の席ですけど、後ろ振り向いて、もうこれからそういうチェックしまくろうと思って。そうですね。それいいですね。はい、私もね、3年以上、ね、本会議で続けてますけれど、未だにどの方がヤジ飛ばしているのかっていうのは、近くだとわかるんですけど、そうですね。遠くだとわかんないんですよね。わかんないですよね。はい、もう誰がどんな発言をしてるのかっていうのを言っていかないと、いいよとかそのぐらいはいいかもしれないですけど、もう本場の野手が飛んでるので、あれは本当に総理に向かってそんなこと言うとあかんやろみたいなとかっていうね、品格もクソもあなたの方こそないでやってる結構あるんでね、それは晒していきたいですね。聞こえないっていうところはね、問題だと思いますね。何言ってるのかわかんないっていう。のが、ありますね。ということで。私も確かに、ヤジ、長年聞いてるけど、どっから来てるのか、知りたいところは、そうですね。あります。もちろんもう寝てる人は多数、もう後ろ振り向いても何ぼでもいてるんですけどね。はい、結構寝てる人はいましたね。そうですね。あれはでも、寝るなって、僕も寝るなと思いましたよ。途中席立って、ちょっと20分ほど席外しましたけど、もう寝るのはもう逆にしょうがないやんっていうぐらい、ある意味面白みはないというか、なかなか聞きづらい。ただやっぱり、ヤジはちょっとひどいですね。そうですね。基本的には、どちらかというと左系の、立憲民主党と、共産党さんが、そうですね。ほとんどですかね。そうですね。立憲の方からよく聞こえてきましたね。はい。はい、本当に恥ずかしい大人として、あれは。もちろんね、
いろんな会派が、まあ、やじ飛ばしてますし、うん、自民党さんでも、まあ、西田昌司さんとか、ね、うん、あの結構、あの、みんなが笑うようなやじを、ね、うんうんうん、飛ばしたりしますけど、うんうん、怒鳴るようなやじっていうのは、やっぱり、共産党と、ね、立憲民主党さん。そうですね。はい、うん。あと、まあ、山本太郎さんも時々ね。今日も聞こえてきましたよ、はい、後ろから。はい。岸田総理笑ってるじゃないかーっていうのを後ろの方で、はい、いや、総理喋ってんねんからって。めっちゃ思いましたね。まあ、太郎さんもね。太郎さんのは、うん、まあ、はっきり聞こえるような、うん、怒鳴るような感じはね、あんまりしないですけどね。うん、そうですね。はい。あの、委員会質疑については、最初のうちは、うん、はい、あの、私が、まあ、質疑は担当するけれど、ある程度、もう慣れたらいけるぞと思った時には、はい。はい、もう、斉藤さんも、はい。あの、出番、やっていただければと思います。はい。はい、もう、せっかくね、はい、こうやって二人で会派で、はい、できるようになったので、はいはい、あの、浜田さんの負担をちょっとでも少なくできるようにしていきたいなと思ってます。はいはい、とりあえず、今週は、あの、NHK 予算に関する質疑が、うん、まあ、おそらく25分あります、うん。で、基本的にはもう、その時は私が、うん、はい、担当をさせていただくということになります。うん、まあ、あとね、メディアの、ね、クロスオーナーシップということで、そうですね。はい、日本の場合はもう、ね、テレビ朝日と朝日新聞と、うんうん、まあ、TBS 毎日新聞と、うん、こういう、そうですね、まあ、同じ系列会社がね、うん、新聞もメディアも握っていてですね、そういうのは海外だと禁止されてるんですけど、うんうんうん、日本はそうじゃないと、そういう問題もね、うん、関わってくるとは思います。そうですね、はい、日本はね、やっぱり、あの、ある意味メディアね、うん、私の意見としては、ちょっと外国に乗っ取られていると表現してもおかしくないとはね、うん、思います。そうですね、はい、すごく分かりますね。あの、立花党首も言われてましたけど、はいはいはい、あの、法律の上に憲法があって、うんうん、憲法の上は、直近の民意がそれを上回るんだと。はい、要するに直近の民意って言ったらもう、民意が憲法を上回るっていうのは、はい、その民意はどうやって形成されてるかって言ったら、メディアによって形成されてると。今ね、まだテレビの影響力が、ね、そうですね。うん。憲法の上を行くって、そんだけメディアって重要な役割を果たしているのに、ちょっとさすがに今は僕ら的にはやっぱり被害が多いというか、不公平というか、非常に危険なところなので、やっぱりしっかり話し合っていかなければならないところかなと思いますね。はい。はい、というわけで、まあ、議員連盟ね、参加するとの、いろんな議員さんがいるので、はい、そうですね。知り合いには向けると思います、はい。お友達ミッションがある僕としては、はい、非常に議連は有効に活用できるということです、ね。はい、お友達ミッションを簡単に説明していただければ。はい。はい、お友達ミッションというのはですね、はい、あの、堀江貴文の方から、はい、お前はまず、コミュニケーション能力が高いと。うん、あの、頭が、良くない分、コミュニケーション能力が高いんだから、全国会議員と友達になってこいと、いうことですね。はい、少しでもより多くの先生方のお名前を覚えて、はい、よって言えるぐらい、こう、友達になっていくと。まあ、その上で意見が違うことも尊重し合いながらというところでね、はい、もう今日すでにもう100件ぐらい。参議院、はい、会館の方、事務所に、はい、ご挨拶をしてきました。まあ、実際お会いできた先生がやっぱり10人、10分の1、10人、10人ちょっとぐらいだったんですけど、はい、その先生の結構、はい、癖もわかるので、はい、非常に面白いなっていう、はい、やっぱ愛想のいい人も、はい、悪い人もいろいろいらっしゃるので、はい、なんかその辺もなんか僕のチャンネルの方で、どんどん出していきたいなと思ってます。はいはい、そうですね。まあ、場合によってはね、うん、チャンネルに読んでコラボとかね。そうですね。うん。かもしれないですね。ということで、斉藤健一郎さんの、YouTube チャンネルありますので、はい、ちゃんと上げていきます、はい、これから。はい。はい、